久保さん、今回資産の3にしましょうか。資産、ありますかはい。まあ資産って言うと、なんか不動産とかね。まあ一般的にはそんな感じだと思うんですけど、僕はね、一番いい資産っていうのが、その、お金を生み出すスキルっていう資産ですね。うん。まあ、一言で言ってしまうと、FX トレード、ネットビジネス。まあ、もろもろそうなんですけど、 稼げる人ってそもそもスキルがあるわけじゃないですか。で、そのスキルは、うん、まあ、例えば久保さんが FX の稼ぐスキルを身につけてますと。で、じゃあそのスキルっていうのは、10年後、20年後通用しなくなるのかっていうと、多分そんなことはないんですよね。なぜならば FX って変わんないんで、まあ、ルールが全部変わったらわかんないですよ。なんか取引するものがそもそも変わるとかね。 なんかでもまあでも本質的な動きっていうのは人間のあれですから何だろうなあのん要はずっと使えるまあなんだ単端的にしか使えないスキルもあるんだけども何だろうなそれを見極めればなんとなく分かると思うんですけどね。 た、た、例えば株式投資も、じゃあ世の中から株、株式会社がなくなるのか、上場企業がなくなるのか、株を公開することはなくなるのかって考えると、多分まあ株あるでしょうね、ずっとね。じゃあその株の儲け方知ってれば、まあずっと使えるだろうし、FX も、まあ多分なくならないと思うんですね。うん。だからその、これから何が出るかじゃなくて、何がなくならないのかですよね。市場から、 トレンドでね、こんな儲か、あの、なんか、すごいなんか出てくる、なんかその、お宝を探すみたいなトレンドを追うんじゃなくて、なくならないもの。で、なくならないものは、まあ考え、まあ絶対ではないですよ。絶対ではないけども、まあこれも考えれば、なんとなくわかると思うんですよ。じゃあそのなくならないものに対して、じゃあこれで稼ぐスキルがあれば、まあずっとなくならないわけですから。ね。まあ、 1 0 0って FX で稼げるスキルがあって FX がなくなった場合、まあ FX で稼ぐってのは難しいですよね。だけどそれを応用して株に行けるかもしれないし。ただまあなくなんないでしょうね。まあわかんないですけどね。なくなりますかね、久保さん FX っていう商品が、金融が。なくなんないと思いますよね。ネットビジネスもネットなくなります <laughs> ネット絶対な、僕はもうこれは、これはさすがに言い切ると思うんですけど、ネットは絶対なくならないでしょうね。 100%無くなんないでしょうね。てかネットないと無理でしょう、今。うん。だから要はインターネットを通してそこに人がか改ざんする。まあ SNS もこれからもっと増えるだろうし、いろんな SNS も。まあスマホからネットが消えますかネットの機能が。無理でしょうないでしょうだから少なくても絶対今後も多くのユーザー、多くの人、てかほとんど、ほぼ100%の確率で、 うんネットにアクセスする人がいると。じゃあネットにアクセスする人がいるから、そこに人が集まってる。インターネット上に人が集まっています。じゃあそこでビジネスできるじゃないですか。人が集まらないところではビジネスはできないですよ。例えば、あの国道でね、あのー、お店をやりましたと。でもその国道は、えー、1ヶ月に1台しか車が通りません。ビジネスできます無,無理ですよ。だって1台しか通らないでしょ、1ヶ月に。 要は人が集まってないとビジネスって成り立たないわけじゃないですか。客数と客単ですから。でもインターネット上には多くの人が集まってるわけですから、じゃあここでインターネットでどういうビジネスをするのかって勉強すれば、まあまあ飯食っていけますよね。ずだっとそこにインターネット上に人がいるわけですから。で、媒体がいっぱいあるってことですね。そこの媒体によって、まあまたこう、セグメントされますけども。うん。だからね、なくならないものを考えて、そこで、 稼げるスキルというかね、そ、そこでスキルを習得するっていうのが、僕は鉄板だと思いますけどね。で、なおかつ、その、僕は推奨するのは、その、ま、FX もそうな、FX もね、悪くはないんだけども、要は、ま、種税、あの、軍資金がないとできないわけじゃないですか。だから投資も全然いいと思うんですよ。いいと思うんだけども、お金がないとそもそもそのスキルが使えないので、 一番本当に僕がいつももうこれもう何百回でも何百万回でも言いますけど、まずインターネットで少資金、資金がかからず、ランニングコストもかかりませんと。で、そこからお金を生み出すスキームですよね。スキル。で、それをつけてそこでは種線を作って、なおかつその種線で投資をやるっていう、これが僕はね、一番最強パターンだと僕は思いますけどね。うん。 だから久保さんも FX やってますけど、結局その、ずっと発信してますからね。うん。だからまあ、好きとか嫌いとかじゃなくて、まあ会社とかもそうじゃないですか。会社の仕事が好きとか嫌いとかで、うーどうすかじゃあ、何十回転職するんですかと。まあ別にいいんですけど、いや、上司その仕事嫌なんで、やめます。いや、すいません、その仕事自分に合わないんで。 ちょっと退職していいですかとあすいません、ちょっとその仕事やりたくないんで、めんどくさいんで、やめますとかね。<laughs> そういうのじゃないじゃないですか。やりたくないことでも、仕事としてやるわけじゃないですか。だからネットビジネスもやりたいとかやりたくないんじゃなくて、まあ、そういう考え方ですよね。この世の中でなくならないものって何なんだろう。そこからお金を、まあ、どっちにしろリアルの仕事でも嫌な仕事でもやらないといけないわけじゃないですか。 ね、我慢してやるときもあるし、お客さんね、こう頭下げないといけないときもあるだろうし。うん。だからね、まあ、それもトータル的に考えてね、うん、どこで資産を作るのかっていうのはね、すごく考えた方がいいと思いますよ。うん。まあ、僕がブレない、ぶ、まあ、ネットも十、今年で18年ぐらいなりま、まあ、1年目ぐらいになりますけども、まあ、ブレずにできてる理由って、そこを考えてるからですもん。 うんで、ランニングコストもかからない。まあ、動画に関してはね、本当に何、まあ、Google が今のところ許してくれてるので、何万も取っても、初期、初期費用もかからないし、ランニングコスト月額費用も取られないですよ。これね、普通にその、動画のファイル容量で言ったら、ハードディスク買い回さないといけないんですよ、本来だったら。で、ローカル、まあ、動画のファイルがあって、そのファイルを、パソコンにローカルで溜めとって、溜めとったら、 まあ、ハードディスク満杯になるじゃないですか。で、満杯になったら買い足ししないといけないんですよね。金かかるんですよ。普通だったら。え、YouTube、何テラバイトな、な、どれだけアップできんのみたいな。<laughs> もう僕は神だと思うんですよね。で、これ神を使えるのに、ね、神を使わない。それは僕はもったいないなと思うんですけどね。僕からすると Google は神ですね。神様存在してます。Google っていう神様が存在してますよ。 それを僕は使わないっていうのは僕はもったいない。目の前に神様がいるのにね。なんで使わないのかなっていう、うん。神様に願いをお祈りするんじゃなくて、神様を使ってください。神様を使えていいっすね。Google は神です。いってらっしゃい。